ヤコブ・エドバルド・クーピック・クライストは、グリーンランドの社会主義者、左翼政治家。2009年から、イヌイットユーアイ党所属の議員として、初めて、同地域の首相を務めた。デンマーク人労働者とイヌイットの老女の子として、カーシュトスプジ地帯のクリサットに生まれた。里親に育てられた。1966年から72年にかけ、クリサットの小学校に、 それから1975年までシシミュートの中学校に通った。17歳の時、デンマーク語も話せぬまま単身デンマークに向かい、1978年まで、シュトコペンハーゲン郊外のビアケレズ国立学校で学んだ。1983年にロスキレ大学を卒業。1988年から91年にかけ、ヌークでジャーナリズムを教えた。 1996年、デンマーク自治政府から外務省に任命された。2001年11月20日から2007年11月13日まで、イヌイット・ユーアイ党所属のグリーンランド議会議員を務めた。2007年には、イヌイット・ユーアイ党党首に就任し、デンマークからの完全独立を目指して動き始めた。2009年の総選挙で、イヌイット・ユーアイ党は、 最多得票を獲得し、同年6月に彼は第5代首相に選出された。首相選では現職のハンス・エノクセンの1413票に対し5461票を獲得して圧勝した。2009年8月、クライストはデンマーク王立海軍のティムス・ロース、ヨルゲンセン外相とカナダ海軍のウォルター・ナティンチク参謀総長と会談した。両氏は 北極圏の両国の軍事基地を訪問する最中であった。ありがとうございます。